回は iFootage のラウンドベースモノポット RB-A200 を紹介します。重量は 710g、 耐荷重は 10kg、 身長段数は3段、高さ調整は27から56cm、 円形ベースの直径は 20cm、 材質は全てアルミになります。同梱物はロッド、円形ベース、ライト用アダプター、ベース底面に貼るフェルトの4点になります。ロッドは台座にはこのようにネジで取り付けます。ロッドの先端もネジになっていて、ネジは2つのサイズがどちらも使えるようになっています。この状態が1/3で、この1/3がスプリングで引っ込むようになっていて、中に1/4が入っているのでどちらも使えます。高さは27センチから最長で56センチになります。ロッドの長さはこのバックルを外すことで調整します。さらにもう一段伸ばすことができます。それでは実際に使っていきたいと思います。まずは運台をつけます。まずカメラを取り付けます。次にモニターを取り付けます。次にマイクアームを取り付けます。アダプターを取り付けます。ライトを取り付けます。ここまでつけてもですね、まあ特に倒れるような不安は全くありません。では同じセットアップをこのレオフォトのミニ三脚と白馬のロッドでやってみたいと思います。レオフォトの三脚は一番開いた状態でセットしてみたいと思います。同じように組んでみましたがかなり不安定です。普段はカメラスタンドとしてモニター裏に設置しています。モニター背面にぴったりと寄せても三脚のように足がモニターに干渉することはありません。このスタンドの唯一気に入らない点はこの先端ですね。ロッドの先端自体はクイックリリース対応になっているんですけど、このベースにつけるときはネジ止めという、ここがクイックリリースになってくれてればもう少し使いやすかったかなと思います。今回紹介した iFootage のラウンドベースモノポット、小スペースかつ圧倒的な安定感と使い勝手の良さで卓上スタンドを必要とする全ての方におすすめできる製品です。